続きまして本日の第2試合を行います。青コーナーより和田由紀改め岡田和親、多田八郎組の入場です。岡田和親ですね。高松八郎組ということですね。どんな奴が入ってくるのか、はい、いや楽しみですね。これもさあ入ってきました。あれが和田由紀改め岡田和親選手。さあなぜ岡田和親なのか、はい、今についてよく分かる話ですけど、顔がちょっと岡田っぽい。なるほど、はい、岡田和親選手です。ただ入ってきたのが高松八郎。さあチャンピオンプレート持ってますね。はい、あれはさっきのチャンピオンプレートですね。はい、まあ、この年入ってきたのが、はい、中村隆二郎と、ね、この二人が KCWF チャンピオンということで、はい、赤コーナーより白井由紀改め白井陽奈軍和田高インフィニティ組の入場です。あ、見ました、白井陽奈軍、陽奈軍ですね。はい、コインの発行は悪いと同じ、なんか、コンピューターズみたいな名前ですかね。はい、お、今のエンディング。さあ、今入ってきたのが試合ゆうからかね、試合ゆうなく、はい、あげたほうには試合ゆうくかかそうですね、はい、そして、最後入ってきたのが片高井ひびき。はい、はい、今に出てきますね、ここはもう、はい、続けて、はい、試合ゆうなく選手、素晴らしいですね。いいですね。さあ、そして、まさかゆみに出て、ここは、ディングー。ただいまより、本日の第2試合、タッグマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー、175センチ、80キロ、岡田和親。顔が岡田っぽい、岡田和親。170センチ、62キロ、タズ八郎。青春風速、タズ八郎。赤コーナー、165センチ、63キロ、白井稲津音。ドラペンしてみません、白井稲津。172センチ、70キロ、野田高インフィニティ。可能性は無限大、野田高インフィニティ。レフリー、清田課長。はい、ということですね。うん、え、何ですか。こちらもちょっとツッコミどころが満載ですけどね。いやひどいひどいですね。本当に好きなの誰ですかね。本当に知りませんよ、自分のそこは。何とも言いませんよ、そこに関しては。本当にいやいいですね。でもそうですね、学生プロレスらしくて、そうですね、すごい好きですけどね、私は。ちょっとパッと覚えますね、はい、これはもう。そして両者チェックが終わって、はい、もう決まりましたということで。決まりましたね、はい。始まりました。第2試合タッグマッチ20分一本勝負。はい、はい、さあ、両者とも坊主。はい、坊主だから分かりにくいですね。どっちが落ちたんですかね、これは。はい、今一応出てる2人ともが、一応1年生ということで、はい、先週2週間前の九州産業大学の学園祭歌手戦デビューした2人ですね。そうですね、これは。はい、で、肌が白くてツルツルで肌が綺麗な方が、そうですね、白井由紀改め白井陽奈軍ということで、はい、でそのちょっと黒くて体が大きい方が岡田和親です。はい、はい、さあ両者ともちょっと名前がどういじっていいのか、はい、分かりませんけどね。分からないですけど、本人どう思うんですかね、これを聞いて。まあでも学生プロレスらしくていいと思います。そうですね、はい、やっぱ知らせてないっていうのはすごいです。そうですよね、このホールで知るっていう、はい、まあ、本人はテンション下がるかもしれない。そうですね、まあ、決まった以上はもうやるしかないので、ね、はい、さあ今タッチして出てきたのが正隆インフィニティ、はい、こちらは2年生ですね、はい、昨年の歌詞祭でデビューしまして、はい、1年ちょっとですかデビューして。そうですね、はい、はい、先日の歌詞祭では、そうですね、はい、成田町で、成田町で、はい、私が持つ、私は松田千代が待つ、はい、インターヘビー級に挑戦しましたけど、そうですね、はい、30分超の試合しましたね。なかったです。なかったですね、あの試合は。はい、よくやりましたね、2年生ならですけども、はい、
見せながら、でも素晴らしい才能だと思いますので、そうですね、はい、これからも頑張ってほしいと思います。はい、さあ、その2年生を軽々、こちらで行った岡田和親、はい、岡田和親、はい、さあ、そして、コーナー、はい、出てきたのが、田八郎ということで、はい、ケースタッグチャンピオン、はい、KSWF タッグチャンピオン、そうですね、田八郎ということで、はい、セコンドにいる高村乳次郎と、はい、今、現在、タッグチャンピオンを、はい、タッグのチャンピオンですから、はい、さあここは両者とも2年生で、はい、2年生ですね、はい、いいコチームですね、2人とも、いいですね、はい、こちらも個性的といいますか、そうですね、いいコチームですね、お金持ってますね、それともなんか、いや結構高いですからね、高いですよね、コチームっていうのも、はい、2、3万ぐらいしますからね、しますからね、本当に、はい、はい、見たところ、みんなあまり体が大きくないですけど、そうですね、はい、一番大きいのが1年生の岡田和親ということで、はい、まあ、体格の差は仕方ないですよね、仕方ないですよね、みんないい筋肉してますよね、してますね、はい、日々の筋肉、筋トレの賜物だと思いますね、これは、はい、非常に羨ましいですね、こういうのは、はい、自分も恵まれた体格が欲しかったですよね、まあ、でもそれはもうしょうがないですよ、身長170ぐらい欲しかったですけどね。なんとないですね、そこに関してはもう仕方ないですね、仕方ないですから、はい、さあ、ということで、はい、今攻めていくのは辰八郎、はい、辰八郎ですね、はい、はい、どちらともちょっと長ズボンで分かりにくいかもしれないですね、そうですね、あの、白いのなんかおばさんがなんか自転車こぐ時に日焼け帽子でつけてるようなものをしている方が辰八郎そういうことですね、はい、ここが真骨頂と言いますか、はい、マゾナインフィニティ選手の真骨頂チョップですよ、はい、切り込みのご清聴ください、いいよ、いいですね、いつも増して気合入ってますよ、彼も、はい、切れてますね、切れてますね、まあ、あのチョップ切れますからね、本当ですよね、血が出ますから、内心としましたね、はい、本当にあれはあの遊びでやると本当にお前何すんだよみたいな、ね、ちょっと険悪な中になりかねないぐらい結構痛いですから、チョップっていうのは今度は良いと真似しないのに、はい、そしてですね、ここはそうですね、さあ、次入ってきましたが、白井ヨナズ、はい、ドラケンあんまり知らないと思いますけど、そうですね、はい、やってるかもわかりませんけどね、ドラケンやってないと思いますけどね、これで本人がドラケン好きだったら何も問題ないですよ、そうですね、嬉しいでしょうね、これは、ね、まあ、ヨナズって聞いてドラケン、パッとドラケンが出てくる人ってあんまりいないでしょうね、ドラケンやったことある人しか知らないでしょうね、さあ、ここで、またまた新生同士ですね、はい、さあボディスラム基本的な技ですね、そうですね、はい、さあこうやってあげおっとおっとレバーいいですね、ブレインバスターということで、そうですね、脳を破壊する攻撃です、はい、さあここは今のところ青コーナーが優勢ということでみたいですね、そうですね、ここは、はい、やっぱり一世同士ですか、はい、同じ同時期にデビューして、そうですね、多少はやっぱり意地の張り合いというのもあるんでしょうね、ここは、はい、いや白井ヨナズ選手も、はい、あの福大、まあ、先ほど紹介しましたけど、はい、そうですね、はい、福大ながらにして週一にデビューしましたからね、練習にすごいですね、やっぱ前昔からプロレスが好きで来てるっていうのはすごいですね、そうですね、スイートソモノの上手なれっていうその言葉通りですね、はい、これはもういやこれからもう4年間やっていってほしいですね、続けてほしいと思います、そしてベルトを取ってほしいです、はい、さあロープ寄せてドンキックいい高さですね、ワン、ツー、トーカウントはツー、いい高さゼロドロップキックいいですね、はい、5分経過、さあ5分経過ということで、さあ徐々に試合が動き始めましたね、おっとリフィニティ選手カットに入る、さあここは連携ですね、さあ2人入ってますよ、リフィニー見えてますよね、絶対に、さあリフィニー、リフィニー見えてますよね、見えてましたね、完璧にリフィニー今見ましたよね、見ましたよね、完璧にリフィニーちょっと何ですか、そんなニヤッとした顔、何を呼びさせてるんですかね、あれは見えてますよね、はい、さあちょっと知らん顔しますけど、知らん顔しますね、やりたい方ですよ、これは相当、まあ、そしてしておっとカットになっていましたね、はい、優しく綺麗なムーンソルト、はい、レフェリー今見てましたよね、見てましたね、完璧に見てないとちょっとこちら重い、負けだ負けだ、おーやったー、さあこちら
もう終わりちゃうんですよ、こちら。さあ、負けじと、おっと、ロープに振って、さあ、こちらもロープに行け。さすがですね、これがキャリアの違いというすごいですね、はい、いやー、綺麗な跳躍ですね。さあ、しかし、山田和志も粘りますよ、ここは。粘りますね。さあ、おっと、結構危ない角度でしたよ、一度くなれば。そうですね、あれは。これ、下克上と見て取ってもいいかもしれない。いいですね、これは。はい、さあ、逆に、こちらの分断ですね。はい。レフリー見ましたね、見ましたね、見ましたね、今レフリー。見ましたね。いやー、さあ、まずは岡田さんしか、仮装して、ドーンと。さあ、そしてなぜ赤コーナー側に相手を振ってしまったのかっていう。ドーンと。なんでしょうね。なんですかね、あれは。おっと、さあここでそのまま腕を取って、さあと関節技ですよ、はい、これは肩ですね、はい、肩と首ですか。そうですね、こういう関節技の首ですからね、ふわらふわらというやつですね、はい、はい、非常にこれ効いてますね、これは、はい、さあ、おっと、ここはゆっくりとじわじわと持ってきましたね、ここは。さあ、ロープに入れ、レフェリーもいいリフェリングしますね。しますね。はい、まあ見てる見てないふりもしましたけど。そうですね。はい。まあ、そういうとこいいですね。はい。まああのレフェリーは3年生ということで。はい。3年生に見えるかどうかは彼氏の判断に任せます。3年生ですからね。はい。まあ年は1個ですけど21ですから、まあ。そうですね。22ですかね。そうです。22です。はい。強い。おお。この判断が強い。はい。ちょっと遅い気もしますけどね。ちょっと遅かったですけど、ね。はい。さあ上がったということですね。そうですね、はい、ここでおっと何か狙ってますよ、これは。さあ表示合わせてポーンとかわしてスクールボーイポーンスクールワンツーとハンダツー。さあここでロープレフで何をする。さあポーンとですよ。そうですね、来ましたね、渡辺由美の選手、なぜロープに振ったのか。さあここは置いてセットしましたよ。おっと、おっと指差しましたね。カットに行けていくんですか。何を狙っていくのか。さあ手直しをお願いします。さあ何か出てくるぞ。さあセカンドロープに乗って届くのかな。さあ届くのかな。10分経過。さあ早くも10分。さあここはラッシュをかけていきたいところ、赤コーナー。さあここで試合を終わせ、おっと蹴りを入れて、さあここでコーナーに振るで、あーっと逃げたっけ。そしてもう1回振って、あーっとしかし式のドロップキック。あーいいですね、いいですよ。さあここは担いで、いやー、いいラッシュでしたけどね。はい、デビューしたてとは思えないほどのそうですね、ラッシュでいいですよ。さあ、このまま勝ちはもみ取っていくのか。はい、あれ、エルバー当たってますか。当たってませんね。当たってないですよ、はい、空中でしたね、あれは。当たってないですよ、はい、はい、さあ、いいエルバーですね。ちょっと場外邪魔ですね。はい、ちょっとこっち邪魔なんです。邪魔なんですよね。あっちやってください。あっちにします、あっちで。ちょっとこれあっちやってください。邪魔です、本当に。じゃあこっち危ないね、ちょっとあっちやってください。さあ、そういう手段にリング上動きますね。はい、入ってきた。決めれるか、同期から勝ちをもぎ取れるか。さあちょっと待ってるんですよ。さあロープインでラゴー、いいラリアットが入った。いいラリアットですよ。さあそしておっと、これはこれはさあこの持ち方はエリアのクロージャー。ワンツードアワンダー
ここはちょっと危ない角度、危ない角度、しかしまだ腰が落ちていない。さあ大丈夫か。さあこのままロープはいけるか。さあロープ逃げる。はい、ですね。はい、コールの後は関係ないですね。はい、会場の最初の声が聞こえた